はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、キング&プリンス大量脱退の謎を占う第2弾をお届けしたいというふうに思います。はい、前回ね、かなりね、夜の方に、深夜の方に、はい、第1弾ね、流させてもらったんだけれども、まあね、たくさんの反響いただきましてありがとうございました。もう本当にね、悲鳴にも似たコメントをね、たくさんもらいまして、本当に気持ちわかります。私ね、キンプリちゃん大好きで、キンプリちゃんのね、箱推しなんだけれども、特に、騎士くん、翔くんが大好きで、で、ジンくんもね、みんなのお母さん的存在だったから、この三人が抜けたキンプリなんて、本当にキンプリって呼べるのかっていうくらいね、もちろんね、レンくんも、カイトくんも素敵なんだけれども、この、まあ、もともと6人だったけれども、5人のバランスが崩れたキンプリちゃんっていうのを見るのが辛くって、本当ね、この3人が抜けない世界線に行きたいっていう風にね今でも望んじゃうんだけれども、まあ、とはいえね、決めるのは彼らだから何とも言えないんですが、まあ、でもね、前の動画1でもね、占わせてもらったんだけれども、一応ね、概要欄の方にリンクを貼らせてもらってますから、気になる方はですね、そっちを見てほしいという風に思うんだけれども、5人の相性などもね、そこに載ってますから見てほしいと思うんですが、やっぱりね、やめ方が普通じゃなかった。すんなりやめたっていう感じではない。やっぱり、まあ、言葉悪いんだけれども、融通が効かなくってやめさせられた感が、簡単に言うとね、あったから、まあ、詳しくはこっちね、見てもらったらいいんだけれども、ですので、まあ、悔しいというか、本当にね、やるせないなというふうに思うんだけれども、とはいえね、前を向いていかないといけないので、今回はですね、はい、あのね、リクエストたくさんもらってるんだけれども、その一部ね、3人の未来がどうなるのか結構ね、気にしてらっしゃる方がいらっしゃったんで、そこをね、見ていきたいというふうに思います。で、どう見ていくのかっていうお話したんですが、まずメンバーの星回りからですね、この3人の相性ですね、はい、それを見ていって、で、その上で、これからどうなるのかですよね。まあ、具体的にいくと、まあ、3人で活動するのか、もしくはソロで活動するのかっていう、可能性を見ていきます。で、その上で、海外へ行くのかってところですね。はい、これも、まあ、それぞれね、やっぱり、3人いるからね、違う道行く可能性がありますんで、はい、それぞれの、流れをね、タロットちゃんの方に聞いていきます。で、その上で次ね、俳優活動をね、するかもしれないよと言ってらっしゃる方もいらっしゃったんで、そこもね、聞いていきます。俳優として活躍していくのかってところ。で、最後ですね、これですね、一番大きいと思うんですが、やっぱりね、我々が見るとなると日本のね、テレビの上になると思うんですが、そこにね、出られるのかってところがね、あると思うんですよ。やっぱりこれがあるかないかで日本への影響力すごく変わってくると思うから、はい、そこをね、それぞれ3人占っていきたいというふうに思います。で、タロットは基本的にね、2個しかなくって、それで3人占っていくから、結構ね、バーっとね、切っていくことになると思いますので、はい、ちょっとね、タロットを切る時間が長くなるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。ではですね、占いに入る前にお知らせだけね、していきたいと思います。私、ミーはですね、オリジナル占い再生戦術で日々ですね、占いをさせてもらっております。インスタ、動画の概要欄で簡単なタイプ図診断ができますので、気になる方はチェックしてあげてください。占い個人鑑定、お悩みカウンセリングも行っております。今ですね、キャンペーンも行っておりますので、もしよろしければ動画の概要欄のリンクからですね、詳細ご覧ください。あとですね、ニコニコ動画のチャンネルもやっております。そちらもですね、よろしければフォローの方お願いいたします。はい、では占っていきたいと思うんですけれども、あのね、まずこの3人の相性をね、星回りから見ていきたいという風に思うんですが、星回りね、はい。じゃあ、まずね、翔くんとジンくんの相性を見ていきたいんだけれども、もうね、この二人すごく仲いいのね、ファンの方なら分かってると思うんだけれども、星から見てもとても相性がいいです。はい。一応ね、昨日のおさらいみたいな感じになっちゃうんですが、はい、すごく相性がいい。で、なんかね、気心が知れる、そういう感じ。何も言わなくても相手のことが分かる。そういうね、気質が似てるところがあるから、本当ね、親友になれる間からかなというふうに思いますね。もう言わずともわかるみたいな。はい、なんかそういう感じがね、強い、相性かなというふうに思います。で、その上で次ね、
岸くんと翔くん見ていきたいというふうに思うんですが、実はね、ここもすっごくよくって、よいしょ。あのね、安神星というものがあるんですが、このね、岸くんの持ってる安神星というのがですね、優勢なんですよね。ですので、こことここっていうのは、もうほんとね、岸くんになくてはならない人。だから、翔くんが運命の人なんですよ。彼と一緒にいることで、岸くんの未来が開ける。新しい世界へ行ける。そういう感じがあるから、もうこの二人はね、もう外せないと思いますんで、まあね、それで行くのであれば、やっぱり翔くんがキーですよね。で、この翔くんがいることによって、岸くんと仁くんが繋がり合う。まあもう、二人ともね、仲がいいのはもう知ってるんだけれども、さらにね、繋がり合える、そういう感じがあるから、できれば三人で、特に、岸くんと翔くんは一緒に活動した方が私はいいと思いますね。その方が、岸くんの運命が開けるから、ですので、私はこの二人は絶対マストで一緒に活動した方がいいと思います。で、ジン君は、やっぱり翔君といることによって翔君が落ち着くから、まあ、表役でもいいし、裏役としてね、翔君、ジン君ね、すごくね、プロデュースとかも上手いから、そういうやり方でもね、いいのかなっていうふうに思いますね。はい。で、まあ、三人の相性はそんな感じでございます。じゃあ次はですね、はい。三人の未来見ていきたいと思うんですが、まず、丸一ですね。三人で活動するのか、ってところね、見ていきたいというふうに思います。どうでしょうね。こちらのカードに聞いていこうか。はい。三人で活動する可能性聞いていきたいと思います。ではですね、カード展開していきます。よいしょ。はい、では見ていきたいと思うんですけれども、はー、意外。あのね、3人でやる可能性はね、低いっていう風にタロットちゃん言ってますね。そういうのはあんまり今考えてない感じかな。ですので、やっぱあれかな、岸くんかな、岸くんが映画の都合で秋までね、対処できないっていう風に言ってましたんで、もしかしたらそれかなって感じがありますね。ですので、まあ、当面の間は3人で活動する予定はないっていう感じかな。はい、っていう風に見えております。じゃあ、なんだろう。平野くんと仁くんかな。ちょっとそこ見ていきましょうか。はい、平野くんと仁くんのペアでやっていく可能性があるのか、それ聞いていきますね。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、そうだね。やっぱりね、岸くんの映画の関係とかあるのかなというふうに思うんですが、仁くんと翔くんが一緒にやっていく、その可能性が非常に高いと思います。で、基本的にはうまくいくので、まあ、このね、二人体制でしばらくはやっていく、当面の間は、そういう感じがあるのかなと思うんだけど、ちょっと気になるのがね、この真ん中のカード、死神のカードなんですよね。で、これが逆で出ちゃってるから、やっぱりね、ちょっと二人では行き詰まりを感じる。なかなかうまくいかないっていうのが後々出てくるのかなというふうに思います。で、やっぱり昔は良かったよねっていうふうに思うところがあるから、なんだろうな、二人で当面はやっていく感じなんだけれども、でも、ちょっとこれでいいのかって思うところがある。はい、感じになってくるのかなというふうに思います。じゃあ、二人でってところなんだけれども、どういう風になるのかな？もう完全に仁くんが、翔くんを
サポートする形になるのか、もしくは翔くんとジン君ペアで出るっていう形になるのか、それちょっと聞いていきましょうか。はい、じゃあ、こちらの、カードで、翔くんが出役になって、ジン君が、完全にね、マネージャーとしてやっていく。マネージャーっていうか、まあ、サポートだよね。っていう感じでやっていく可能性をこちら。で、こちらのカードで、そうだね。ジン君も翔君も一緒にコンビとしてやっていく、そういう可能性。はい、聞いていきたいと思います。ではね、カード展開していきます。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいんですけれども、そうですね、まだ決めかねてる感じだな。どっちもノーっていう感じが出てるので、多分本人たちも決めかねてるし、だからこそタロットもね、何とも言えないっていうようなね、はい、回答を返してきてるんですが、まあでもこの感じ見るとおそらく最初はジン君も一緒に翔君と出る可能性あるけども、長い時間をかけていくにつれて、多分ジン君がサポートに回っていく方が高いのかなと思いますね。不安はとてもあるんだけれども、でも、そうだね、翔君を立てていくっていう感じになっていくんじゃないのかなと思いますね。もったいないけどね、ジン君もね、ファンの方いっぱいいらっしゃいますし、パワーもすごくあるから、もったいないんだけど、でも確かにジン君のサポート能力ということで考えると、非常にね、すごいものがあるので、で、やっぱ翔くんは、サポートって感じがしない、やっぱりパフォーマーって感じがすごく強いから、それで行くのであれば、翔くんを立てていくっていう風に、結局はなっていくのかなって流れが見えておりますね。はい。そうですね、二人のコンビで、活動していく上での感じはそういう感じが見えております。はい、じゃあね、ということは、これからですね、占いをね、さらに進めていきたいと思うんだけれども、ちょっとね、ホワイトボード出しましょう。よいしょ。見ていきたいと思うんだけれども、ここが、しばらくの間は、岸くんと、平人ペアで行く感じがあるので、はい、この2択で見ていきたいと思いますね。残り3つの項目。はい、じゃあまずね、海外へ行くのか、それね、見ていきたいと思います。退所後すぐに海外へ行くのか、それね、見ていきましょう。じゃあ、こちらの猫ちゃんのタロットを岸くん、よいしょ、でこちらの大きい方のタロットを翔くん、ジン君っていう風に見ていきたいと思います。ではですね、カード展開していきたいと思います。よいしょ。
はい、ではリーディングしていきたいんですけれども、まずね、岸くんから見ていきたいんですが、岸くん、なるほどね、これは多分ね、すぐ行くね、うん、準備ができ次第多分対処して整えばもうすぐに行きたい、そういう気持ちが非常に強いのかなというふうに思いますね。はい、でやっぱりね、相当準備してる感じがあるんじゃないかな。なんかね、あのキンプルのイングリッシュクッキングの岸イングリッシュ聞いてても、一応ね、まあおかしな英語っていうか、うん、こうメンバーに伝えるために変わった英語使うんだけれども、バラエティ用に。でもなんかね、語彙が増えてる感じがやっぱりしたんですよね。だから勉強は続けてる感じがあるから、うん、即行く感じがね、強いのかなというふうに思います。うん、それこそ単身で乗り込むくらいのね、うん、気持ちがあるのではないかな。まあ、確かに最初の方は苦労するだろうけれども、でもどっしりと気持ちはね、構えられてるし、岸くん結構ね、あのメンタル強い部分あるから、うん、でそこで覚醒するって感じも見えてるんで、うん、岸くんに関しては海外にすぐ行って馴染むんじゃないのかなというふうに思いますね。はい、で次ね、平野くん、仁くんペア見ていきたいと思うんだけれども、これはね、意外なんですよね。気持ちはあるんですよ。気持ちはあるんだけど、なんか引っかかりがあっていけないって感じ。で、死神のカードがまた逆で出てるから、なんだろうな、なんかこう、煮え切らずにいけないとか、何かしらが彼らの中に引っかかってしまって、それで踏ん切りがつかない、そういう感じが見えております。ですので、おそらく早い、ね、行動を取るとしたら岸くんだ。うん、即って感じがしますね。準備ができたら。うん、ですので、意外と、岸くんじゃないや、仁くん、平野くんペアは国内に残るんじゃないのかなというふうに思いますね。なんだろうね、何かが引っかかってる。で、ちょっと夢見がちな感じもあるから、もしかしたら国内にいて、それで海外向けに発信するとか、なんかそういう感じで、もしかしたらやるのかもしれませんね。うん、思い切りという面では岸くんの方がいいのかなというふうに思います。はい、じゃあ次はですね、俳優活動を見ていきたいというふうに思います。はい、これからね、この3人が俳優活動する可能性どれくらいあるのか。まあ俳優活動だから多分、日本でだと思うんだけれども、それね、ちょっと聞いていきたいと思います。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいと思うんですけれども、まず岸くん見ていきたいと思うんですが、はぁ、なるほどね。はい、あのね、才能はありますし、あのお呼びとかも多分かかると思うんだけれども、世界のカードの逆が出てるからやるってことはないと思いますね。やっぱり岸くんね、即海外とか世界っていう風に行く感じがあるから、そういった面で俳優活動とかしない感じがあります。まあもちろんね、うん、どうなるかわからないけれども、うん、タロットが言うにはそういう感じかな。もう即海外とかそういったところに行ってしまうから、基本的にはやらない、うん、オファーはあれどもっていう感じが出てるのかなと思います。で、その上で、平野くん、仁くんペアなんですが、あのね、やればね、報われるんだよ。それぐらい才能はあるんですが、なんかね、できない理由がある。で、それが何かってお話なんですが、ちょっと人間関係の部分であったりとか、見えなかったものが見えてくる、なんかそういう感じが出てるんで、干されるって感じかな。
ジャニーズにいた時は分からなかったような人間関係、力関係っていうのがどんどん明るみ出てきて、ちょっとね、そういった面では俳優活動は難しいかもしれませんね。っていう風にタロットは言ってますね。行き詰まりを感じるはずだっていう風に言ってます。だから俳優という面で行くのであれば、しんどいのかな。ってなってくると、次ね、最後の項目ですよね。日本のテレビに出られるのか、それが一番ね、不安なところになってくると思うんですが、それもね、聞いていきたいと思います。やっぱりこれだよね。干されるってなってくると、そこが一番大事だからね。はい、じゃあ岸くんと、仁くん、平野くんペア見ていきますね。よいしはい、ではリーディングしていきたいんだけれども、そうですね、岸くんの日本のテレビに出る可能性悪くはないです。このね、ワンドの2の聖一がねトップカードに来てるので、可能性としてはなくはないんだけれども、やっぱりね、彼ね、あの世界に目が向いてるんですよね。ですので出るっていうことは少ないのかなというふうに思いますね。で、守ってあげたいって人はいるんですよ。やっぱり彼才能があるからね。だから出してあげたいっていう風な気持ちがある人はいるんだけれども、やっぱりこうね、ハングマンの逆が出てるから干される感じかな。課題が結構あるので出にくいっていう風のが見えてます。で、こちらね、ペンタクルの10の逆も出てるから、やっぱりね、テレビ局はテレビ局で金銭的に苦しい面があったりとか、そういったところがあって、それでやっぱり試練だよね、課題みたいなものが大きいから、こういう人がいるにもかかわらず出ることができない、そういう感じがあるのかなと思いますね。で、同時にやっぱりね、世界に目が向いてるからね、これが国内に目が向かないと、やっぱりね、ここが良くなってもお仕事ね、日本ではやらないと思うから、まあ基本的に出る可能性は低いのかなというふうに思います。で、次ですね、翔くん見ていきたいんだけれども、翔くん、仁くんペアね。はい、あのね、使いたい人は山のようにいます。ですから、やっぱりね、翔くんも仁くんも才能があるから、人望があるし、同時に彼らがいることによって視聴率とかね、そういったものが出るっていうふうに思ってて、彼らを使いたいって人たくさんいるし、やっぱり才能があるんですよ。見ててもわかります。やっぱりね、バラエティとしての才能もあるし、ドラマとしてもね、才能があるから、俳優としてもね、使いたいんだけど、でも使えないって感じがあるんですよね。トップカードにね、ワンドナイトの逆が出ちゃってるんですよ。ですので、こんなに、人望があるにもかかわらず使えないって感じがある。で、それは結構、翔くんよりもきつい。なぜかっていうと、邪魔する人がいる。やっぱり。結構攻撃的に邪魔してくる人がいるから、この人のせいで、このね、使いたいって人の気持ちが潰されてしまう。そういう感じがあるのかなというふうに思いますね。だから、もっと露骨だよね。露骨に邪魔される。そういう感じがあるのかなというふうに思いますね。ちょっとね、ちょっと困りますね。なので、ここね、ちょっとプラスで見ていきましょう。じゃあ、これね、邪魔する人がいるっていう感じなんだけれども、いつになったらそれが好転するのか、それをちょっと見ていきたいと思います。じゃあ、来年の5月
に対処するということでございますんで、2023年からちょっとね見ていこうというふうに思います。でどうしようかな、ホロスコープ組んでもいいんだけれども12年スパンで見るよりは5年スパンくらいで見ましょうか。はい、じゃあね、2023から5年くらいのスパンで、はい、見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。いつね、テレビに出られる可能性があるのか、それ見ていきますね。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいと思うんですけれども、そうですね、やっぱ23は厳しいだけれども、ちょっとね24でねもうすでにねいい兆しが出てきます。で25でガンってねいいね、あの運気が入ってきますから、なんだろう、なんかきっかけが多分25あたりにあるんだと思う。だから24ちょろちょろって出れるようになってきて、25にバーンとね多分何かいいきっかけが出てくると思います。ぜひですね、はい、あのね、ジン君、翔君、テレビで見たいよって方はですね、ここまで、はい、頑張ってもらったらいいのかなっていうふうに思います。じゃあね、最後ね、まあ、これで終わるのもなんでございますんで、この3人がね、いい方向に行くためにどうしたらいいのか、今の時点でのアドバイスをね、日本の神様に聞いていきたいと思います。この辺かな。よいしょ。おー。火の家具土の神様、はい、はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、あのね出てきた神様が火の家具土の神様になります。でこの神様がね出るってことは、はあ、結構アグレッシブ、うん、攻撃的な神様になるんだけれども、あのねもうすべてを燃やし尽くす、古いもの、そういったものをすべて焼き尽くす勢いで浄化せよってことをおっしゃってますね。ですので多分この3人をね縛ってる鎖であるとか過去の問題であるとか、そういったものがあるのであれば、このタイミングで全てを無に帰す、全部終わらせて燃やし尽くして浄化する、それが重要というふうに言ってます。でその因縁の鎖みたいなもの、古い問題は全て断ち切ることができて、全て燃やし尽くして終わらせることができれば、いい方向にゴロゴロって転がっていくってことをおっしゃってますので、ぜひですね、はい、頑張ってほしいと思います。で、同時にね、家族を大事にしてたことをね、すごくおっしゃってます。ですから、うん、ジン君もね、翔君も、岸君も家族思いだと思うんですが、まあ、岸君はちょっとね、妹さんと仲が悪いらしいんだけれども、はい、ぜひね、家族を大事にしてやってもらったらね、いいのかなというふうに思います。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。あとですね、見たいよてるないとございましたら、コメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。